これね、あのー、プーチン氏の演説っていうのがあって、で、ロシア大統領府のサイトにも掲載された、ああ、ビデオがですね、そうなんです、ね。されたってことでしたけれども、はい、えー、現代のウクライナは丸ごと完全にボリシェビキが作り出したものだっていう発言があったと。はいはい、ボリシェビキっていうのは何ですかね。ボリシェビキっていうのは、あのー、ソ連を作った、うん、集団ですね。うんうん、はい。あのー、簡単に言うと共産党の前身です。あのーうんうん ボルシェビキっていう集団があって、当時は帝政ロシアで皇帝がいたんですよね。はい。ニコライ二世ですね。ニコライ二世ですね。うん、で、この皇帝のお政府を倒すために、まあ、共産党、うんうん、今でいう共産党の人たちが武力放棄したとうん、うんで。単にある武力放棄じゃなくて、まあ、いろんな、その、 あの、国、まあ、ある程度、ある程度と、まあ、それを支持する人たちがいて、うん、一般の人たちも武力放棄したっていう事件があったんですよね。で、まあ、とにかく、ソ連の、その後、このボルシベキっていうのが政府を倒して、えー、ソ連という国を作るんですね。それで共産党になるっていう、うん、そういう組織です。はいはい で、まあ、その、だから、ボリシェビキね、その、本当に世界史みたいな話になりますけれども、はい、1917年にロシア革命というのがありましたと、で、レーニンというのがね、引いた、まあ、ボリシェビキですよね。で、ただ、まあ、その、プーチン氏、曰くですね、その時に、まあ、なんていうか、えー、レ,ーレーニンをはじめとして、ソ連の初期の指導層が、民族主義者に妥協をして、ロシアの歴史的文化的領土を分離して、 共和国の地位をウクライナに与えた、そういう作られた国家だっていうような、まあそんなような主張だったと。で、ここでね、グローブの記事の中で、ほうと思ったのが、木田さんのね、書いた文章で、木田さんが見ていた、その、まあビデオ、映像の中のプーチン氏っていうのが、国不全、あの、国の父ですね。国不全と振る舞うプーチンではなく、視線を宙に浮かせながら、理解しがたいストーリーを語る歴史マニアの初老の男だったと。 これってどういう意味なんですかあの、多分今、その、神田さんが読み上げてくれた、プーチンの発言。うん、はい。これを今聞いていただい人もわかんないと思うんですよ。<laughs> まあそうですね。<laughs> 何言ってんのかなって感じ。<laughs> はい、はい。で、正直言って、ロシアの国民もわかった人少ないと思うんですよ、ね。おー。あの、 うん、まあ僕ら日本人もそうですけどね、歴史を詳しく言われて、経過がこうなんだっていう一方的な考えを言われても、すぐには理解できないしかもそんな、ね、100年前の話ですからね。で、それとその時の様子、うんうん、そこにも書きましたけれども、ため息つくんですね、しゃべってるときに。へ<ー> <laughs> ね、それから、手が時々、宙を漂うっていうか、なんかポーズをするんですけど。うん、あの まあもちろんこれ演説も夜中でし、夜中って言いますかね。夜10時とかそんな時間でしたので、疲れてたのかなとは思うんですけども、うんうん、あそれにもましてなんか明らかに疲れて上に興奮してる<ー>あ。あのほら、人が話すときに興奮す、興奮して話す人って鼻がこうなんか、まあ、青くなるって言いますかね。<ー>あのそういう、ほいほいあからんだり顔がね、独特<い>の,の興奮した表情ってする人いると思うんですけど、なんか プーチンがそれをしてたんですね。うん,うん。そ、投水してるような感じですかそれとも私はうそう。いや、もうなんか言いたいことを言いたいみたいな。ああ<ー>。ただが外れたって言っちゃえばいいんですかね。ね自分はこう思ってたんだけど、大統領だからなかなか言えなかったけど、今言うけどさっていう、そういう。 もちろん、木田さんなんかは、そのプーチン大統領のね、演説だ、映像だっていうのは、もう山ほど見ているわけですよね。はい、なんかロシアって年末大会見みたいなのなかったでしたっけありますね。ああいうのなんかもその、だからまあ、なんですか、そのプーチンさんがいろいろなことをこうしゃべるわけですよね、はいえ。結構それはもう記者の質問をもうどこまでも受け付けるし、みたいな感じで、ねはい、そういうのなんかも、まあ、えー、取材もしてるわけですよね。はい、その時の普段の様子とは違う感じだったんですかそうですね。あの ものすごくそのセンシティブな問題になった時に、時々彼は、あの、興奮すると言いますかね。うんうん、あのあ明らかになんか力入れてるなっていう瞬間があるんですけど、うん、それともまた違ったんですね。なるほど。えー、うん。まあ、おっしゃったように、広告としてるって言った方がいいのかもしれない。あの、あのそこにも書いてあるんですけど、なんか、まあ、自分自身がもうこういう年ですから言っていいのかもしれないけど、おじいさんってそういう人いるじゃないですか。うん、<laughs> ああ、まあまあ。 高骨の人、ね。ずっと喋りたいことだけ喋り続けてる。ああ、あのー、ね、なんか、学会とかでもね、あの、はい、質問を受け付けるときに自分の意見を改陳するだけして、特に質問ないみたいな人もいますけれども、はい、そんな様子ですね。そんな感じでしたね。 ああ、うん、これね、それで、ただ、あの、こういうね、主張に関して、まあ、その主張のね、歴史的な、あね、経緯だとかどうかっていうのはともかく、てか多分あんまりどうなのかなって感じもしますが、うん、そもそもね、プーチン大統領っていうのは、そのウクライナ東部の紛争っていうのは、ウクライナ国内の問題だっていうふうに主張してきたっていうことなんですかはい、そうですね。それまでも。あのーうん 8年前、2014年から、まあ、そのウクライナ東部というところで紛争が起きてるんですけど、この紛争は、あの、新ロシア派、つまり、自分たちはウクライナよりもロシアに行きたいっていう人たちと、まあ、ウクライナの人たち、政府と、ウクライナに留まるべきだと考えた人たちの争いだったんですけど、あの、プーチンはこれに対してはずっと、これは、あの、ウクライナの国内の問題だから、ウクライナ政府が解決すべきだと。 あ,あいうことを言ってたんです。で、一方では、その、親ロシア派っていうのに対して、いろんな意味で、財政的な意味でも、軍事的な意味でも、うん、それから、あの、ロシアの、あの、まあ、政府の人ではない、ないと言ってますけど、いわゆる武装勢力みたいな人がね、武装した人たちがロシアから行ったりしてて、はい。ロシアが後押ししてるって批判されてたんですね。うんうん、そういう批判をされるために、いやいや、これは、 ウクライナ国内の問題だと。なるほどね。俺たち、ロシアは関係ないと。なと言ってたわけですね。正式な見解だった。言い張ってたと。はい、うん。ところが、ここでは、その、新ロシア派勢力の支配地を独立国として承認と。はい。なんか話が食い違わないですかね。そうなんですね。だから、あのー、ウクライナが解決すべき問題じゃなくて、ね。<laughs> 自分たちが手を下してしまったわけなんで。<laughs> うん。 でもまあまさに道理とかそういうもんではなくなっちゃったってことなんですかね。はい、そうだと思います。はあ、ただ、そのね、そうやってプーチン大統領を見てきた北さんからしても、それはちょっとやっぱり異様でしたかはい。あのー、演説長かったですしね。1>, うんうん、1時間近く続きましたし、うんうん、さっき言いましたねまあ記者会見の途中でなんか景色ばんだりすることはあったんですけど、うん こんな景色ばみ方ではなく、まあ景色ばといいますか、こんな異様な感じは見、うん、なかったですね、これまで。なるほどね。